俺は、父50、母43の時の子で、父の後を継いで会社経営してる、20離れた兄がいる。大学進学してしばらくした頃に、父が心不全で他界して、仲のいい夫婦だった母の嘆きようは、見てられなかったが、葬式に、当時アラフォーだった兄貴よりも年下っぽい女が、小さい子供を連れてやってきた。幼稚園くらいのその男の子を見た瞬間、周りは固まった。親父の生写しかってくらいそっくりだったから。その女は、案の定親父の愛人で、憔悴してる母に、あなたの旦那さんとの子です、と。体が弱い自分は満足に働けず、月々のお手当で生活していたので、ずうずうしいのを承知で、今まで通りお金をくれ、と。今まで、声一つ荒げたことのなかったおっとりした母が、鬼の形相で叫び、その女に向かい、数珠を投げつける。血相を変えた兄貴は、女と子供を連れ出し、俺は、パニックと興奮状態になってる母を抱え、なだめるという修羅場に。そこからはもう葬式どころではなく、倒れた母を病院に搬送したり、疲れ切った兄貴が対応して、とりあえず、今日のところは帰ってもらった。親父のやつ、女と子供のことは俺に言っておけよ。知ってれば、母さんに知られないように肩つけてたのに。と頭を抱えてた。結局、十分な金銭を出すということで、金輪際うちと関与しないと、兄貴が話をつけたらしく。あれから、俺も就職、結婚したけど、以降、腹違いの弟と会ったこともないし、これからも会う予定はない。母は、生涯親父を許さずに、一緒の墓に入ることを拒絶したから、親父とは、全く別の場所にお墓を建てることになった。本当に仲のいい夫婦だったんだけどな。